町田デザイン専門学校卒業の高井です。卒業はイラストレーション科を卒業しています。現在の職業は、グラフィックデザイナーをやっております。仕事の内容としては、トヨタとか、あとワーゲンとか車関係の広告から、学校案内や、企業様の会社案内なんかを制作しています。町田デザイン専門学校を決めたきっかけとしては、もともとイラストレーションを専攻していた、希望していたので、3、4校、他の学校をいろいろ回って、その中で、体験入学で一番自分に空気感が合っているかなと思って、この学校に、進学を決めました。高校時代は、どちらかというと体を動かすのが好きで、あまり勉強など、あとはそうですね、イラストだとか、美術関係は特にやっていなかったんですけれども、友達のバンド T シャツとか、そういったものを作るようになって、そのまま職業にしたいなと思ったので、このデザイン系っていう進路は、高校の時に考え始めて、進みました。後半へのアドバイスとしては、そうですね、とにかく在学中に、課題ではなくて、自分の作りたいものをいっぱい作って、企業さんに自分が何ができるのかとか、何に興味があるのかというのを、どんどんアピールしていくと、自分のやりたい職業につけるんじゃないかなと思います。頑張ってください。